日本を侮辱、狭い視野、真面目にやってるの？文化を傷つけています。丈の短いスカート、タイの恥、謝罪すべき、代わってお詫び申し上げます。それは日本の女の子ではありません。はい、タイラクのもとです。今回はタイのアーティストによるミュージックビデオが、それは日本に対する侮辱だとしてタイ国内で炎上しているという話題です。話題の対象となったのはノンハク相棒という曲なんですけれども、こちらはベンタナコンさんというアーティスト、こちらによるミュージックビデオが YouTube に上げられて、もう今やですね100万回に達しようとする、そういったね視聴率を稼いでいるんですけれども、こちらのリンクは動画の説明欄にも載せておきますので、後ほどねちょっとご覧いただければと思います。まず私のですね個人的な見解、結論から申し上げますとですね、まあ、必ずしもこれは日本人を侮辱したものではない、少なくともですね作者にはそんなつもりはなかったのではないかと個人的には思っております。このミュージックビデオを見た瞬間にですね、例えば私はカチンときたとか頭にきたというね、そういった感情はストレートには湧いてこなかったということもあるわけです。この辺はですね、まあ賛否両論あると思いますので、先ほどもねお話しした通りですね、動画を後ほど見ていただいてですね、皆さんのご意見も伺えればと思います。ミュージックビデオの楽曲自体はですね、正直さほどですね、まあこういったなんですけども、個性的のあるものといった感じでもありません。歌詞の内容もですね、まあ人によっては受け取り方というものもあるとは思うんですけれども、まあ日本のね女の子に一目惚れして、まあ可愛くて愛しくてといったね、そういった内容で取り立ててね、それが悪いといったものでもなさそうなんですけれども、ただですね、それでは一体何がタイ人の間で炎上したのかということになります。それはですね、日本の女の子としてモデルで登場してきている4人の女性、彼女らが着ている服なんですよね。セーラー服の制服を着ているんですけれども、丈が極度に短かったりですね、あるいはおへそを出していたりと、まあこれではですね、この人たちは一体日本人の学生をどういうふうに見ているのだと、タイ人から非難の声が上がったというわけです。そして今はもうですね、全てぼかしが入ってしまっているんですけれども、テロップもあったようですね。おそらく日本語のもののようなんですけども、日本語を理解する人が少なくないタイではですね、そういった言葉も不謹慎だと言って指摘がされたわけです。まあですからこのビデオをですね見ると、いきなりですねもう画面全体がぼかしというところから始まってまいります。まあ何が何だかわからない映像から始まるもんですから、最初にねこの映像を見た人は、なんだこれはと思う人もいるのではないかと思います。セーブジャパンというねハッシュタグ、それからサオ一分というですね、そういうタイ語のですねハッシュタグ、こういったものでですね、ツイッターなどでもいろいろとね非難の声が上がっているという状況です。その一部をねこちらでもご紹介しますけれども、日本といえば AV だなんて、そんな個人的な狭い視野はやめなさい、日本の女優さんの職業はそんなものではありませんというね、そういったツイートですとか、それからこれが本当の日本の制服です、ミュージックビデオはまるで不謹慎で恥ずかしいといったものとかですね、それからこの方がですね、まあ一生懸命、ね、日本語で書いてくださってますね。日本人がこのメッセージを見に来たら、音楽を作ってくださった方に代わってお詫び申し上げます。日本の学校の制服を尊重していなかったことをお詫び申し上げます。私たちのほとんどは、私たちの誰もこの曲で大丈夫ではありませんとね、こういうね日本語で書いてくれてます。それからもう一つですね、一部のタイ人の行動をお詫び申し上げます。 I love Japan ミュージックビデオも削除してくださいと言ってますね。それからもう一人はですね、こんな服を着せて日本人だと紹介するのは日本を侮辱しているのではないか、まあこういったねいろいろな意見があります。まあこれだけではありませんで、いろいろな声が上がっておりますので、今回はこういったタイの人たちの声をご紹介してまいりたいと思います。
はい、一人目タイ人男性ですね。楽曲は問題ありませんが、女の子が着ている衣装の問題は重大です。非難の声も上がっているので、これは謝罪すべきだと思いますということです。そして次はタイ人女性。日本について語るなら、彼らの国の文化について勉強してからやるべきです。これでは日本の文化を傷つけていますということです。それから次もタイ人女性ですね。こんな丈の短いスカートを履いた日本の学生など見たことがありません。修正など必要ありません。削除してくださいというね、ちょっとね、厳しいコメントですけれども、まあね、私もよくはね、わかりませんけれども、まあ私の年代の時にはですね、結構女性はですね、女の子は丈の長い、そういったね、ファッション的にはそういったものも流行っていた時期だったと思うんですけれども、その後ですね、私が社会人になって、しばらくしてからはですね、日本の女子学生なんかもですね、丈の短いものが流行った時期もあったんではないでしょうか。まあその辺がね、いろいろとね、年代時代によってですね、違うところもあろうかとは思います。はい、そして次もタイ人女性ですね。これが本当に真面目に作った作品でしょうか。動画を削除してもう一度考え直してみてくださいと、こういう意見ですね。それから次もタイ人女性ですね。オタクである私たちは日本が大好きです。でもこのようなミュージックビデオは不適切なものです。登場する女の子たちは確かに可愛らしいですが、着ている服は日本の学生の制服などではありません。日本を中傷するのはやめてください、とこういう意見ですね。はい、そして次もタイ人女性ですね。間違えたでは済みません。よその国がタイの学生服を着て踊ってたらひどいと感じませんか。これで日本人が怒らないはずがありません。これを見た人は皆さん通報してください、ということで、この方もね、かなりね、怒ってらっしゃいますね。はい、それから次はね、日本人のお名前なんですけれども、ただね、ご自身はタイ人だとおっしゃってますね。もしかしたら日タイハーフの方、あるいはですね、日本ファンで SNS 上ではですね、例えばね、アニメの主人公の名前か何か、私はわかりませんけれども、そういった名前なのかもしれません。タイ人男性ですね。私はタイ人ですが、これには不快を覚えます。日本を侮辱しているようですが、本当に申し訳ない。このミュージックビデオの制作者の良識は全くなっていません。彼は有名になりたかっただけで何も考えていないでしょう、と、こういうコメントですね。それから次も今度はタイ人男性ですね。曲のタイトルを変えただけで問題解決するのでしょうか、ということでね、冒頭にも申し上げた通り、当初はですね、日本の女の子という、そういったタイトルだったんですが、それをね、違うタイ語に直しましたね。はい、そして次のコメントもタイ人男性。私はタイ人としてタイ人が書いたこの歌をひどいものと非難します、と言っております。それから次もタイ人男性。この歌っている彼は生意気すぎます、と言っていますね。まあ、ついにここでですね、アーティスト自身、まあ要は歌っているね、ミュージックビデオに登場する主人公に対しての非難がありましたね。まあ、タイではですね、炎上と言いましても日本とちょっと違うところはですね、アーティスト本人への誹謗中傷っていうのはあんまりないんですよね。どちらかというと、その制作者も全体に向けてですね、これは良くないというふうにクレームを入れるような、そういったパターンが多いんですよね。まあそういったのがね、タイでの炎上パターンだと一つには私は言えると思います。はい、そしていよいよ最後のコメントになります。こちらはタイ人女性ですね。はい、日本人はタイ人に同様な羞恥心のある文化を持っています。こんなのは日本人の女の子ではありません。タイ人の印象が悪くなるので動画は削除してください、と、このようなコメントでした。皆さんいかがでしたでしょうか。まあここまでですね、日本の名誉は文化に対してですね、こんなものは失礼だと言ってくれる、まあ正直ですね、この程度のものと言ってしまってはですね、語弊があるのかもしれませんけれども、それでも私個人的にはですね、コメントを読むにつれてですね、この程度のビデオでですね、なんだかかえって申し訳ないなと思うようにもなってしまいました。皆さんの印象はどういうふうになるのか分かりませんけれども、
そしてさらにはですね、私の経験上ですけれども、タイではですね、このようにですね、かなり常識的な人が多いですね。ですからこういったものにもですね、怒りの声が上がってくるということなんです。まあ例えばですね、大変私ことお恥ずかしい話ですけれども、例えば私がブラックジョークなどをですね、まあほんのちょっと軽い気持ちで言ったりする、そういったこともあるんですけれども、そういう時にはですね、結構うちの家内からですね、怒られるということもあったりします。まあ、時々タイ楽の窓のですね、 YouTube チャンネルには、タイが親日国などではないと、あなたはね、よく親日国タイなどと言っているけれども、というね、そういったコメントもね、ごくたまにいただくことがあるんですけれども、それは確かにですね、タイ国民全員がですね、親日などと申し上げているわけではありません。そんなこともあろうはずはありません。しかし今回のようなですね、こういったニュースを見ればですね、いかにね、その数が多いのか、親日的な人が多いのか、あるいはですね、親日派と言ってもいいかと思います。そういう人たちの多さも感じられるのではないでしょうか。まあ少なくともですね、今回のミュージックビデオを見て、そんなのが日本の中高生の格好などではあるはずがないというね、そういった理解は結構ね、している人が多いわけです。それでこういった非難につながっているわけですね。まあ自らの誇りと名誉を重んじるタイ人だからこそですね、こういったね、今回の炎上にもつながったのだと思います。タイにはですね、衣服を売り払ってでも名誉を守り抜くと、こういった言葉があるんですけども、これはですね、代償を払ってでも名誉や評判は最後まで守り抜くというタイ人の言い回しです。今回の件でもですね、自国のカルチャー、こういったね、ミュージックビデオ、そういうものを守る、味方するよりもですね、他国に対する品性を重んじたタイ国民をよく表している言葉でもあると思います。動画のリンクはね、先ほども申し上げた通り概要欄に貼っておきますので、まあもしよろしければそちらもご覧いただいた上で、皆様にとって今回のミュージックビデオはありなのかなしなのか、ぜひご意見をお伺いできればと思います。それでは今日の動画はこの辺で、最後までご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンをいただけたら大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。